日のよろぴこやるなら今、明日に向かってプレイボールよろぴこ。子供の時も面白かったね。びっくりしますからね。子供はほとんど喋ってないからね。あの時吉弘さんと。でもまた菊池も面白いね。菊池がまた吉弘さんの仲いいじゃないですか。仲いいっすよね。男やもんね。空港で菊の両親ばったり会ったらね、挨拶してくれてね。あれだから西武の近くなんですよ。はいはいはい。西武球場が自転車に来てた。パチンコ屋でバイトしてた言うしね。はいはいはい、すごいですね。本当面白い口。気持ち面白いっすよ。で俺のこと悪魔って言ってね。ああ。本当に言ってみ。あいつまだ吉野さん本当の怖さ知らんからね。あそうです。丸なった吉野さん。そうですそうです。俺らの世代で悪魔なんか言えるやつなんか誰がいるんですか。いやーいないでしょうね。いないでしょう。力強いからね。強いですよ。インテル出た栗橋さんと似てるんですよ。栗橋さんももう仏みたいな顔してんだけど、怒ってる。大体怒って顔うわー言う人は、まあ、あの人は黙っとって急にね、青だったら日本でやるわ言ったらもう終わりですよ。ボッコボコされますよ。ほんと店で支払いしてて、はい、ね、僕らが最後に出てくるじゃないですか、はい、あれ吉彦さんはってあそこで喧嘩してます。ああそうやね。マジでそういうタイプやわ。おいとか何とかとか言って、おい行くぞって、橋津屋行くよとか言って、おい行こう、橋津屋行こうって、行かんって、吉野さん、ロッテのコーチやんけ、コーチやんけ、その、いろいろ言って、もういい、もうなんとかなんとかって、じゃあ行けばいいってね、もうやめって。やっぱりそれはね、選手はね、そういう人好きなんですよ。ですよね。やっぱり守ってもらえるじゃないですか。そうそうそう。もうね、選手は一番敏感なんですよ、あいつ。上の顔色ばっかり嫌がっていて、そうですね、で一軍半に強いコーチばっかりがおるんですよ。レギュラーに何にも余裕はしね、お前ちょっとレギュラーにガツン言うてみる。そうだよな、レギュラーとか一軍半とか吉本関係ないですからね。そうなんですよ、強い人にが言ってくれたらね、下のものはだけ、まあ短いよな。そうですね、まあでもよく、ただでもね、それは実績あるから引っ張ってくれる。まあまあロッテ地方10年やらせてもらいましたよね。うん、やった。ロッテはね、もう一回ちょっと考えらね、自前でよう育ててないから今ね。そうですね。今活躍してるのみんな外から持ってきたばっかりでしょ。うん、で中日もそれになっていくでしょ。それが本当のね、プロのコーチがね、おらんようになってるんですわ。今だって手伝いやろ。手伝いみたいな感じで。怒ったらあかんっていう。そうね。あんな、なんか吉子さんに育っておったらちょいちるなれんのにね。あいつごっつい不良らしいね。わざと殴らして、あんたもうこれで終わりや言うて、らしいね、首にして、らしいね、本当に滋賀のね、もう不良で、マジで。でもプレー見たらもう菊池顔負けですよ。身体能力と、そうですね、ね、センスは、あんな吉子さんやったら首根っこ捕まえて裏連れて行ってボーンもやって、そうですよ。ほんなああいうやつは分かんない、うわこの人にはかなわついていこうみんな多分そうなるじゃないですか。島原君もね、前髪バサー切られて、そうでしょ、この人にはもうかなわ、そう、普通に切るみたいなね。そういうやつ多いですよ。コーチのくせに選手に大手モデルやつおるからね、メッシュに行ったら。ああ、そうですか。いやねん、言うよな。阪神なんか、フードメなんかが、行きつけ一緒で名古屋にやってる行ったら、お前、誰と来たんねんか、コーチ。なんか、大手モデルもんね、コーチが。選手に。へぇー。ほら、あかんわ、ほんで。やっぱ一軍半クラスのやつに偉そうに言うんで、そうですね、レギュラーにはこうね、聞いてたでしょ。足元見られるからね。ねえ、だから。そういうやつをみんなの前で、お前って、ほんなら石毛さんぐらいですよ、藤井康夫に前の日に電話して、明日みんなの前で怒るからよろしくな、言って。あっさんもがっくりしたわ、オリックスの監督なんて。なるほど。あそう言って、なるほど。昨日聞いてました。でみんなに何かあった俺に電話してこいって、誰か電話したかって言ったら、いや、9時になったら寝てますよ。森田健さんやんけ、朝、宮古島、うろうろして。面白いわ、マジ。ここ流していいですかね。一
一番年上を怒るプリンスの後輩やから な, なるほどですね、いやそう明日みんなの前で怒るけどよろしくなって、まあまあ、それがバレなかったら、バレなかったらね、そういうやり方があるよ、まあ、そうですね、バレバレやろ、バレバレだったらもっと意味出さないよな、そうですね、意味より最悪やなるほどいやほんで1軍2軍もう豪語してたからね、あ1軍はもうタイトルホルダーだらけやって、うん、で2軍を1軍にして1軍を2軍にしたからね、あそれから12軍団ずっと回ってたらね面白いことだらけだな、なるほどですね、で J スポーツで頑張れ日本プロ野球、はいはいはい、もう100何回やりましたからね、うーん、いや面白い安い番組ででも本当見えてくるよね、本当にでやっぱり強いチームはね、あの裏方のゴンゾー部屋いうとこ行ったらもうみんな選手上がりやしね、うん、みんなこれしてるけど、うん、おいってどれや言うたら今年も一緒ですわとかね、あなるほど、よう見えてる、今年あれいいですあれ見といてくださいよとかね、見えてる、見えてる、うん、逆にバッティングピッチャーとかね、はい、あのバッティング裏方をねやっぱ大事にせる感じね、うん、ほんで本当あのバッティングコーチの時バッピン引きもどうやって投げてて、うんうん、それが一番わかりますもん、うん、コーチより、なるほどですね、タイミングがよく、ね、いいと思いますよ、ちゃんと見てる、もう今日全然ですよ最近言って、うん、開き倒してますよとか本当か、まあうん、いや面白かったな、面白かったです、爆笑でした、疲れた、あ僕も疲れました、いやもうありがたいですよ電話したら、待ってましたって送ったら、送ったら誰ですかそれ登録者が電話あったらもうすぐ出たよ、マジでこれでここでよろしく、ランチよろしくって言ったら、はい、わかりましたって言って、その後、ちなみにどなた様ですかそこがいいですよね、まだ分かるよ、俺よ、誰やろ、この人この人誰や、 YouTube も何にも書いてないしね、お前、最初の一発目がね、はい、あれどちら様やろな丁寧、ちなみにどちら様本当、土下座の円熟語なのかしら、いや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 、もう本当、え、どちら様今日帰ってこれ行こうありがとう、すいません、最後ちょっと締めさせてもらって、ありがとうございました、はい、すみません、本日はありがとうございました、ありがとうございました、最高の話でした、ありがとうございました、またお願いします、ありがとうございます、ですまだやるねこれ、まず写真これちょっと一緒に撮って、まだ早いって先に写真から撮ります、よろしくって待ってくれるはらえたそれ、湯煎でいいんですか、あもうそれは置いていただきます、はい、すみません、で、湯煎でやるなら今って言って、やるなら今、やるなら今、明日に向かってっていう、はい、は僕がプレーボールって言いますんで、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、やるなら今、明日に向かってプレーボール、よろしく、やっとできた、よろしく、最高です、やっとよろしく、もうできました、ありがとうございます、明後日行ってきます、よろしくお願いします、サインをいただいてもらいます、ご視聴ありがとうございました、登録、いいねをよろしくお願いします、ゲームセット、明日もよろしく。